はい、入り口はね、こんな感じです。すごく綺麗になりましたね。いいんじゃ、入場します。チケットは、こんな感じですね。はい、どうもどうも、ガラージともさんでございます。今日はフェインズモーターミュージアムからお届けいたします。よろしければ最後までご覧ください。よいしょ。今日は日曜日なのでね、いっぱいですね。まあいいことです。クラシックですね。ね、雰囲気がいいですね。20年ぐらい前にね、子供たちと来た時は、空いてたんだけどね。綺麗に見えるね、こういうライティングは。ランチャ、フラビア、カブリオレ、アルファロメオ2600、スパイダーですね。マセラティ、メラク、SS。これは67年のジュリアスプリント GT。 かっこいいですね。ここはね、赤い車を集めたレッドルームと呼ばれる場所です。おそらくね、20年前に来た時にもすでに存在していた Z ですね。これね、当時からあった車両だと思います。ダットさん 240Z、MX5、66年、マスタング、シボレー、C5、コルベット、95年のバイパー、で、73年のポンティアック、ファイアーバード、トランザム、MGA、1960年の頃ですね、トライアンフ、マルコス GT、70年のジネッタ。これは何だろう、AC428。モーガンですね。80年、プラス8。サンビーム。LP400S。65年、356C。ハードトップなのね。オースチン、ヒーリー。MGC。ロックデール、オリンピック。ゴードン・キーブルスポート。初代のスカイラインスポーツのデザインそのものだよね。まあ、スカイラインスポーツがこれをパクったんでしょうかね。ベントレー・コンチネンタル88年。DS? シトロエン、SM クーペです。そしてこちらはポルシェ911、1973年カレラ RS2.7 ツーリング。雰囲気いいですね。1958年、スタンダード10、バンガード。59年、69年のトライアンフ。これね、これもなんかに似てるでしょ。ドロマイトスプリントなんだけど、このデザインね、ホンダ1300だよね、これ、顔が。フォード、アングリアですね。こっちもアングリア。はい。こっちトライアンフ、スタグ。これも独特の顔してますよね。はい。フォード、カプリ、2、リッター、GTL、ローバー、75、50年。ね、戦後はね、日本のメーカーがまだヨーロッパの自動車を購入したり、OEM でね、販売させてもらうとか、そういう時代でしたね。イギリスの方が早く自動車産業が栄えて早く廃れたという歴史があります。だからね、70年代が最後だよね。イギリスの自動車メーカーが存在したのは資本的にね。ハンバー。これはセドリック。130セドリック。似てない？サンビーム。ちょっとブルバっぽいね。オースティン、アレグロ、独特のフロントのデザインですね。ジャガー、ここはジャガーですね。で、三岡のね、自動車のデザインにありましたね。ジャガーに似せたやつがね、ビュートっていうのがね、これにインスパイアされたんじゃないかな。これ E タイプ。有名な E タイプですね。おお、すごい広いね。2CV。あ、これが DS だ。ね、今、ブランドで DS って立ち上がったけど、この頃から DS はあったんですね。おー。1955年。ガズ、カイア。これは何？ロシア語なの？KGB のオフィシャルだけが乗れた車だそうです。へー。そして、タトラ、チェコ。X19 フィアットね。2002で、トマス・パンテーラ。いつもメラクと間違えちゃう。レノー・キャラベルコンバーティブル。なんかこのフロントのデザインがエアダクトがなくて今の電気自動車に似てますね。かっこいいよね、なんかね。メルセデス。61年、190SL。おしゃれリアンとこが。トロージャン。レノー 4CV。フィアット 600D。そして、ホンダ。1971年、ホンダ N600AT。N360 じゃないんだね。N600 だよ。ホンダマチックって書いてある2速 AT じゃない？コラムシフトのね。ホンダマチック。いいね、いいね。おしゃれ。イギリスで、オリジナルはイギリスで売られたんでしょうね、きっとね。はい、MR2、AW11。で、トライアンフ、TR6、TR8、ローバー3500、エステートなんだ。エステートなんかあったっけこれ。希少じゃない？自分的には。見たことないもん。これはね、いいね。あ、これ知ってるぞ。アストン・マーチン、ロゴンダ、DBS。DB4 シリーズ2。52年マーチン DB2。ジェンセン ?73 年ジェンセンインターセプターマーク3。こんな車あったんだ。ジェンセン CV8 マーク1。ロータスヨーロッパ。タイプ54。1971年96年のエリーゼ。なかなかエスプリもあるよ。81年ロータスエスプリ。ジャガー XJ220。エラン S3。奥にあるのはエリートスポーツクーペ。なんかやっぱ雰囲気あるよね。これがエリート。ロータスエリート。77年です。ジャガー。綺麗にしてますね。ピカピカしてる。アメ車です。シボレー、コルベット、スティングレー。あ、そうだね。スティングレーだね。これは60年のシボレー、コルベット。あ、そうなんだ。知らなかった。69年のコルベット。あ、スティングレーだよね。これはね、2006年のコルベットですね。コンバージョン。ハーレー・ダビッドソン、ファットベイ、ディオグライド、シボレー、カマロ SS350、ポンティアック、スーペリア・アンビュランス。トミカにあったね、これね。リンカーン、コンチネンタル、タウンカー。矢のつく方々が乗ってましたね。これはフォードカントリースクエア LTD 似てるね。キャデラックデビルエドセルエステイトキャデラックセダンデビル、はあ、かっこいいね。サンダーバードだ。サーメシャってでかかったのね。ほんとシボレーインパラだ。インパラエルカミノ SS からのチャージャー B ボディコブラ289 64年フォードフェアレインスカイライナーリトラクタブルか。あ、そういうこと。おー、かっこええ。屋根が後ろにしまわれるんだ。58年からこういうの作ってたんだね。すごいね。ベルエアフリートウッドセダンフリーラインデラックスフリーラインエアロセダンビューイックシリーズ40パッカード120オールズモービル L37 Perhaps the best car in the world ever。 綺麗だね。フェラーリの歴史ですね。1898年からなんだ。このでっかい2ドア82年フェラーリ 400i。 フェラーリ 308GTSI SIS1 かな SI かなで、360スパイダーからの60年のフェラーリ 250GT カブリオレ。FW382016 年モノコックボディのプレゼンテーションかな。 FW30 FW17 これはデーモンヒルトンクータード。 FW30 は、ニコ・ロスバーグと中島選手が乗ってたって書いてますね。その時代なんですね。これは FW14 ナンバー5マンセルかな。FW23 2001年モントーヤとラルフ・シューマッハー。あ、ミニですね。ミニのエリア。69年ライリーエルフマーク3っていうのオールセリーホーネットマーク3モーリス・クーパー65年後ろがちょっとセダンみたいになってるのいいね。ブリティッシュ・レイランド BL 会社名がどんどん変わったからね。60年代から70年代から資本統合でどんどん淘汰されていった時代ですね。2000年ローバーミニクラシッククーパースポーツ65年オースティンスーパーミニデラックスいいね。上になんかあったぞ。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。次の動画もよろしくお願いいたします。